Emma, how are you? Oh, there's Memorial Ms. Kaoru Kurimoto. Oh, 8 years past Japanese famous author Kaoru Kurimoto to die. Oh, I used Japanese, I'm sorry. いやー、8年経ちますな。56歳で栗本薫さん亡くなられて、ね、残念です。グインさんが僕も読んでたよ。読んでたの？何巻まで？40巻くらいかな。学な、何言ってんのよ。130巻くらいまで出てるのよ、あれ。いやー、そろそろ近々100巻という切りのいい巻数も読んでみたいんだござるが、なかなか時間がなくて読む時間がない。全くしょうがないわね。あと、栗本薫さんといえばあれよね、ヒントでピント。ああ、土井勝さん司会のね、懐かしいな。面白かったけどね、またリメイクすればいいのにな。あの回答者の頭の上にテレビが乗っかってて、手書きの文字とかがそのままリアルタイムに映るのよね。そうそう、クイズダービーなんかもそうじゃなかったか。そう？ところで、栗本薫さん、なんで亡くなられたのかしら。確か、膵臓がんって聞いたけど。そうなんだよ。あの人はもう4回ぐらいがんと戦って手術をしていて、乳がんとかも昔やってたけど、とうとう、助からなかったみたいだね。仕事仕事で、検診もなかなか行かれなかったみたいね。受けた方が良かったのに。皆さん、これを見てる皆さんも検診はきちんと受けてくださいね。栗本さんからのメッセージだと思ってちゃんと行くのよ。そうですね。ヘイ忍者、君は栗本さんはどうよ。そうでござるな、拙者もグインサーが読んでいたでござる。あのアルドナリスの弟のマリウス君が拙者が好きだったでござった。そうなんだ。しかし、グリーンサーガの最終巻はこれで結局どういうエンディングになるのか、これで分からなくなってしまったでござる。それが非常に残念でござる。まあ、全くその通りよね。しかし、グリーンサーガは、グリーンは外伝でも延々となんか旅を続けていて、ずっとグリーンの旅は終わらないような気がするんだが、まあ、君の旅もそうならないことに注意するんだな。分かったでござる。はい、じゃあいつもの行くわよ。はい、This Channel Registry、 よろしくお願いします。お願いします。いや、みんな最後黙祷して終わればよ。これをご覧の皆さんも一緒にお願いします。はい、黙祷。はい、ありがとうございました。